後半です。私はレディースのクラブを使っているので、後半和田さんにレディースクラブの紹介をしてもらいながらラウンドしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そういい感じ。ナイスです。ますね、気をつけてやっぱ打ってるんですけど、やっぱちょっと結構飛びますね。そうですね。で結構捕まりますね。やっぱり女性の方って、はい、あの右に行きやすい方が多かったりするので、うん、はい、まあ、捕まるような設計と、ね、ボールが上がらないって悩まれてる方すごく多くて、あ、まあ、そういう方に向けて、まあ、ちゃんとボールが上がるような形状も女性専用に設計したりしてます。なのでメンズは、ですね、460cc なんですけど、はい、レディースの方は 430cc とヘッド体積を落として、その分こう形状自体をシャローにちょっと潰した感じの形状にしてるんです。そうです、確かにメンズよりちょっと薄いと思います。そうですね、はい、初速がまたビューンって速くて、 ありがとうございます。思った以上になんかパッいったみたいな感じがしますね。振ってないのに多分もうこれですね。それあ、このさっきの中身、中に入ってたんですね。そうです、そうです、もうこれやっぱ効いてると思うんで、ちょっとぐらい芯を外しても、うん、やっぱりもう芯で打ったような飛び方がするっていうような、うんうん、もう女性はやっぱりメリット大きいと思うんですよ。そうですね、打点がばらつく方とかすごく多いので、やっぱりこれからもっと上手くなりたいっていう女性の方のすごい強い味方になってくれるかなと思います。スライスで悩んでる皆様、ぜひ試してみてください。あ、ほとんどの人悩んでると思うんですよね。そうですね。140ぐらい、普段だったら6番アイアンで打つんですけど、7番アイアンまでしか入ってなくて、6番ユーティリティがあって、6番ユーティリティ、でもラフでも全然打てるんですね、本当に。そうですね、すごく抜けがいいように設計してるので、ちょっとラフ分とかって考えちゃったんですけど、逆にいらないかもしれないですね。そうですね、うん、100、あ、風もあるか。そうですね、今のはちょっとロフト立って入ったんで、ピッチングよりも飛んでいきました、うん、上から打とうとして。宣伝コーナーです。宣伝動画の中の宣伝コーナーです。はい、ジュンさんすいません、はい、次バンカーなので、はい、このサンドウェッジ使ってください。かしこまりました。これバンカー専用に設計してるんで、はい、あの楽に上がると思います。いつものスイングでも楽に出せるような、はい、あのバンカー専用のサンドウェッジになってますので、よろしくお願いします。いつもの通りにちょっと振ってみて、本当に上がるかどうかというか出せるかどうか、はい、やってみたいと思います。いきます。普通に打つだけ。普通に出てます。普通に出てますね。え、すごい。今全然テイクバックもしてないですけど、普通に飛んじゃうんで。そうですね、もうちょっとまあちっちゃめに振りつつ普通に打てば多分綺麗に出ると思います。高さも出る。そうですね、普段の、あの入れ方だとちょっと飛びすぎちゃったんですけど、そうそうそう、今それで飛びすぎちゃったって感じ。バンカーの出し方わかんないっていう女性にはおすすめかなと思います。これピッチングで、ピッチングでちょっと逆ライなんで、はい、逆目なんでね、引っかかっちゃうかも。引っかかりました、うん、おー、マジです。パッ、アイアンの特徴を教えてもらってもいいですか、女子の。あ、はい、レディースのアイアンなんですけども、はい、やはりこう女性は構えた時の安心感があるような、まあ、大きいフェースを好まれるっていうの で、はい、でこういう形のキャビティアイアンっていうのを今回出させてもらってます、うん、はい、
でですね、はい、これ分解カットしたものがここにあるんですけども、はい、この本当だったらここでこうくっついてるんですけど、そうですよね、360度あのこういうふうにアンダーカットの加工をしてるっていう、これもまあアンダーカットなんですけど、これがこの奥の部分と先端の部分にも、ね、はい、360度ポケットを作ってるっていうのが一つ特徴ですね。ここくっついてるイメージですもんね。あ、そうですね、そういうことですよね、はい、そこを全部くり抜くことで、まあ、本当よりフェースがたわむような、あの設計になってるっていうのが特徴です。普段8番って何ヤードぐらい飛びます？120から125って感じですかね。あ、了解です、はい、今日ちょっとここ130ヤードあるんで、どうなるか、ちょっとどうなるか、ピン奥ですけど、なんか奥をやばそうなので、落ちたらやばそうですね、はい、まあ、ちょっと真ん中ぐらいに落ちればいいかなっていう感じで、はい、打ってみたいと思います。お願いします、はい、いいんじゃない。わー、わー、マラソンです。距離ぴったりですよね。距離ぴったりです。9でハーフショットぐらいでいいかな、はい、うわ、完璧。うわ、飛んでる。おお、ナイスショットです。飛びますね。飛ぶ、ね、短いと思ったけど飛んでいきます。だって短く持ってあれですからね、はい、でビーっていきますもんね。西アタプロはここ止まってる。ここに落ちて、あそこですよね。結構ちゃんと止まってます。止まってますね、うん。じゅんちゃんもビタッと止まってる。止まってますね。なんか打ち方的にはそんなにこう打ち込んでないんですけど。きた、ナイスパーティー。ありがとうございます。パラッと入れちゃう、ね、お、おいで、おいで、やった。ナイスパーティー。ありがとうございます。やった入った。おー、オッケー、ナイスです。道なり、新しい JGR 使ってみてどうでしたか？はい、そうですね、とっても打ちやすかったのと、うん、アマチュアの方が使うにも結構スライスで、ね、うん、悩まれる方って多いと思うんですけど、そうですね、結構捕まりやすいんで、うん、そういう方にすごくおすすめです。はい、スライス悩んでる人本当多いですよね。うんうん、アイアンも、はい、あのミート率が悪くてもやっぱちゃんと前に飛んでくれるんで、うん、すごい安心感があるので、うん、おすすめですね。まあちょっとね、はい、変えようかなとも考えてるって先ほど、はい、そうですね、検討してるとおっしゃってましたけど、うん、もう本当にアマチュアの方におすすめのクラブだと思います。なるほど、はい、今日レディースクラブだったんですけど、はい、飛距離に悩んでるかつ、まあ、スライス悩んでる人にはすごいおすすめだなと思ったクラブで、あまり力が入ってなくても飛んでってくれるので、本当にまだ始めたばっかりの女性で、しかも、いいクラブって言ったらあれですけど、本当なんか見た目もかっこいいので、うん、なんかこう優しそうなクラブ使ってるんだなっていう見え方もしないし、なんかこうかっこよくゴルフしたいってこう思ってる方にもおすすめかなと思います。右に打たなきゃいけなかったんですけど、ちょっと出します。あれ、ラフ？めっちゃ飛びます。はい、でもすごい捕まえやすいですよ、これ球、うん、ユーティリティって結構ドロップしたりして右に行く場合が多いんですけど、ちゃんと捕まって球が上がるんでおすすめですね、これ。
なんか楽です、振ってて。本当に。そうですよね。本当に楽。そうですね、普段レンズとか使われてる方とかだと、もう練習せずに打って、もうめっちゃ楽に回れるような、うん、そうですね、クラブになってると思いますね。飛び系って、こだわってるって聞くと、なんか高そうな感じするんですけど、実際どんな感じなんですか、価格の方は。値段なんですけど、はい、ですね、カーボンが、はい、アイアンが、今回レディースもメンズも両方とも2万1000円 で、はい、ですね、メンズのアイアンのスチールの方は1万9000円になりますね。で5本セットで、ですね、メンズのスチールが9万5000円です。そうですね、ありがとうございます。すごい、10万切っちゃうんですね。そうなんですよ、まあ、結構たくさんの方に使っていただきたいなと思ってて、この部分値段かなり抑えさせてもらってるんですよ。テレビショッピングみたいなこと言いました。テレビショッピングみたいなまあでもね、すごい買いやすい値段になってると思うんで、いいですね。ありがとうございます、はい、うまい。50度で転がしてみました。お疲れ様でした。